こんにちは、ワンディーアンのゆうぽんです。皆さん、ここはどこだと思いますか？そうです、今日はいつもと違うお部屋で撮影しています。そしてそして、今日は可愛い特別ゲストも来ています。もっぷくん、うわー、可愛い。可愛いピッピッこの子がお友達のカニカマさんです。で、これが魚肉さんですね。持ちますか？もっぷくんはサンリオキャラクターで、いつもブランケットにくるまっている白い子グマの男の子です。よろしくお願いします。もっぷくん来て。おお、よかったよかった。危なかったですね。あ、そういえばもっぷくん、マルモク日和のバルーンデザインシリーズ最近発売したんだよね。はいです。じゃあ紹介してくるね、待っててね。じゃーん、こちらがマルモク日和のバルーンデザインシリーズでーす。でね、こちらのタオルがね、モップくんがバルーンを持ってね、プカプカ浮いてます。はい。でね、ゆうこが気になるのはモップくんのぬいぐるみです。これ可愛くないですか？これモフモフしてて、でサイズもね、すごくちょうどよくて、飾る分にも抱っこするのも可愛いです。でね、そうやって気になるのが、これ見てください、モップくんのスクイーズです。でね、触り心地がめっちゃ低反発、これね、めっちゃしっとりしてて柔らかい。でね、このスクイーズのキーホルダーは、ね、このリュックにもつけれます。で、モップくんがこうやってね、またバルーンを持ってます。で、そして次にこれ、モップくんのパスケースです。伸びるのかな？お、伸びる、これいいね、伸びるタイプで、バルーンを持ってます。これもね、リュックにつけるとね、またさらに可愛いです。あ、そしてですね、このフード付きブランケット、すごくおすすめです。ほら、これ夏にはもう持ってこいですね。で、そしてこちらのグッズ、全国のサンリオショップで発売中なので、ぜひ皆さんチェックしてね。では、もう一度モップくんを見ましょう。モップくん、はい、今日はモップくんに出会えた記念に、こちらのノートをユーポン風にデコってモップくんにプレゼントしたいと思います。どうしたの？あ、シール、ありがとう。モップくんからシールもらいました、ありがとう。こちらのシールも使っていきたいと思います。じゃ、早速デコっていきます。どんな感じにデコろうかな。じゃあね、まだ最初のこれ、モップくんからもらったこのマルモフ日和っていうね、あ、大丈夫こちらのシールを貼っていきます。貼りましょう。はい、貼りました。じゃあ、この上にこれ、モップくんとカニカマさんと魚肉さんのシールも貼っていきましょう。モップくん来てモップくんはお家が大好きなの？ユーポンも大好き、家がダラダラしちゃうよね。モップくん来て。はぁユーポンもよくね、寝落ちしちゃう。はい、またずれちゃった。いいですね、夜空。結構良くないですか、ここにマスキングテープ貼るの。で、これ色が水色で、この裏もやっていきましょう。モップくん、マスキングテープどれが好き？これ？おお、この星が好きみたいです。これも貼りましょう。
かわいいですね、寝ちゃうの。はい、お、まばたき来た。まばたきかわいい。どんどんシールペタペタっていきましょう。どれがいいですか？これですか？カニカマさんと魚肉さん。じゃあカニカマさんと魚肉さんのシール貼っていきます。あ、いいね、結構モリモリと。モップくんもいっぱい貼りましょう。モップくんのお目々が輝いております。待ってね、モップくん。完成しました。どうですか、モップくん、いいですか？お、モップくんがいいですよと。ありがとうございます。モップくんのシールね、かなり可愛いです。じゃあモップくんにプレゼントします。どうぞ。大切に使ってね。はいはい、ということで今回はモップくんと一緒に遊びました。モフモフしてる。また一緒に遊ぼうね。はい、モップくんとはサンリオピューロランドで会えるので、ぜひ皆さん会いに来てね。はい、今日はこの中に乗りたいと思います。では、アッツファン。